まあ、徹底的に読み込んで情報インプットということで、かなり細かく細分化されておりますので、皆さんこんにちは。こんにちは。グラントキューブ TV です。このチャンネルでは現役のウェブマーケターである私たちが最新のマーケティング情報をお届けするチャンネルです。まだチャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録高評価お願いいたします。お願いします。本日なんですけれども、2022年最新版独学で学ぶウェブ広告運用というところで、 Google 広告と Yahoo 広告を主にご説明させていただきます。なんでこういう企画を今回取ろうかと思った背景なんですけれども、リンハウスで11社で運用していますというお客様が非常に増えたかなと思っております。で、このチャンネルではやっぱりマーケティングに関する最新情報や独学で運用を覚えるにはどうやったらいいかって結構ニーズあるんじゃないのかなっていうところもありまして、今回このテーマを選定いたしました。今回 Google 広告、Yahoo 広告ですけど、まあ、Facebook や LINE や Twitter など、まあ、そういった SNS の勉強編もちょっと今後ね企画していきましょう。今回このような形で独学で学ぶウェブ広告運用っていうところをお出しさせていただいたんですけれども、昨年も同じテーマで動画を撮影させていただいております。なのでまず昨年の動画のおさらいというところを簡単に行わせていただいて、その上で、新しくおすすめの勉強法のご紹介を行わせていただければと思います。昨年の動画について簡単にご説明させていただきますと、主に3つですね、勉強法をご紹介しております。でまず1つ目が書籍で体系的に勉強するというところ。で、まあ、もちろん書籍だけだと情報が古かったり、まあ、非常にウェブ広告やマーケティング業界っていうのはアップデートが盛んな業界になっておりますので、ウェブメディアでリアルタイムな情報を収集する。で最後にですね、オンラインセミナーを活用して勉強する、この3つを挙げさせていただきました。この動画についても概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひまだご確認いただいてない方はご覧になってください。ではですね、昨年の動画でご紹介しきれなかった、まあ、新たな勉強方法について、ここからはご紹介させていただきます。まず1つ目の勉強法ですね、やはり一番王道といいますか、基礎的なところでいうと媒体公式のヘルプページをくまなくチェックというところになります。ヘルプページって日々更新かかっているようにしないと。そうなんですよね。それを追いかけながら、あ、今ってこうなんだとか、ここに自分がこのようにその、まあ、肉付けというかより解釈しやすい形に加筆されているなっていうのも時々あったりするので、はい、やっぱり入念にチェックしながら最新の正しい理解をすることがやっぱり重要だなっていうところがあるので、我々もヘルプページ本当に自分の知識、覚えている知識が、現在のヘルプページと変えるやないかっていうチェックを行っています。まあ、徹底的に読み込んで情報インプットということで、かなり細かく細分化されておりますので、本当に細かな解釈もですね、徹底的に読み込んでインプットしていただくのがまず重要かなと思います。はい。で、まあ、アップデート情報素早くキャッチというところで、先ほどおっしゃっていただいたように本当にアップデートが盛んっていうところと、まあ、しれっとヘルプページ更新されていることがありますので、見逃さないように頻繁に見ていただいてキャッチしていただくのは良いかなと思います。でその他にも Google 広告に関しては資格なども用意されておりますので、まあ、ご自身 の, 公式ヘルプページを読んでいただいて、その解釈が、まあ、Google と、しっかり一致しているかっていうところも、まあ、資格と照らし合わせていただくこともできますので、ぜひ資格についても無料で受験できますので、トライしてみてください。でその次がですね、媒体公式 YouTube チャンネルで学習というところで、 Yahoo さんも Google さんも公式の YouTube チャンネルというのをお持ちなので、ぜひこちらですね、活用して学習してみてください。ヘルプページを読みながらも、まあ、実際動画で、まあ、通勤時間とか耳で聞き鳴らしながらっていうのも、まあ、非常に、まあ、有効かなと思いますので、なんか自分の学習作業に合った方法を選ぶっていうのが良いのかなと思います。 Yahoo 広告の YouTube チャンネルであれば再生リストからいろんな学習ができたりするので、まあ、ここも一つテーマを決めて、例えば自動化について学びますとか、それと もう基本的な設定について学びますっていう部分であれば、レベル1,2,3,4,5 という形で、ステップアップできるような形で再生リストも組まれていますので、こういった部分をうまく活用しながら、まあ、自分の独学で学ぶんであればこういう方法もありますよっていう部分で、はい、紹介させていただきました。
やはりまずご自身で学びを深めるという時に一番大事なのが、一次ソースとして正しい情報をインプットするというところが重要になってきますので、先ほどの公式ヘルプページしかり、 YouTube チャンネルしかりですね、まずは公式が出している情報を正しくインプットして、そこからご自身の経験や、他の会社様のノウハウなどを合わせて蓄積していただくのがいいのではないかなと思います。概要欄にあの YouTube チャンネルの、Google のチャンネルでしたり、ヤフー広告のチャンネルだったり、貼っておきますので、ぜひ一度ご確認いただけますと幸いです。はい、では前半では昨年の動画の振り返りと勉強方法を2つご紹介させていただきました。後半の動画では勉強法を残り3つとまとめをお出しさせていただきますので、ぜひそちらもご確認ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。勉強方法についてご紹介させていただきます。究極的な勉強方法かなと思います。グラッドキューブ公式ツイッターのご紹介。このツイッターではウェブマーケティングの最新情報やノウハウなど、ビジネスに役立つ有益な情報を日々投稿しています。今すぐ概要欄のリンクから公式ツイッターをフォローして有益な情報を手に入れましょう。